唐井川柳完成2年9月23日は、江戸時代中期の前く家けの天舎。名は、聖通。陽明雄之助。通称は八衛門。唐井家は代々江戸浅草新堀端の竜宝寺。門前町の名主の家系で、法暦5年に家を継いで名主となった。はじめは、団林派廃会の天舎であったと言われるが定かではない。法暦7年8月25日。 前くつけの天舎として、無名安泉流と合し、最初のバンク号を興業している。これ以降、月3回後の月日に九号を興業している。法暦12年10月15日の九号には総区一、バンクを越し、その流行ぶりが伺える。明和2年7月、呉れ県券買の協力を得て刊行された、ハイフーナギダルで、泉流バンク号の人気が高まり、他の天舎を圧倒して、 江戸第一の天者となる。その結果、一句で意味がわかる一句たちの句が、川柳と呼ばれるようになった。完成2年9月23日、死去。次世の句は、小柄しや後で目を吹け川柳であったと伝えられている。二世川柳と三世川柳は、初世川柳の息子で、四世以降は、社中から後継者が選ばれ、川柳号は16世まで受け継がれている。 初代川柳の出題は、前くつけの十四時代とかむりづけのみであり、総区校に対する万象区の比率も高い。新しい趣向を好み、千区眼にも優れていたことが、上級武士も含め、江戸における前くつけ作者に好まれた。川柳発祥の地の日、辛い川柳が最初の万区号を興業した場所の推定跡地に、川柳発祥の地の石踏みがある。 平成19年川柳発祥250年を記念して東京都台東区倉前4丁目37に建立された。刻まれた碑文は以下の通り。法歴7年8月25日、当地理性、家来八重門、無名庵川柳と合し、初めてバンク号を開館す。次来文雲左官に、ついには文芸の名をもって呼ばれ、今日に至る、 川柳流星の石を開く。本年その250年にあたって高額愛図り、一費を立てて、海藻の偉業を検証し、長く歴史に留めんと記念するものなり。平成19年8月25日、川柳250年実行委員会。ありがとうございます。